今年から日比谷銀座有楽町にて開催、第34回東京国際映画祭。今年のオープニングはクライマッチョ、クロージングはディア・エヴァン・ハンセン。誰もが見たくなる映画や誰も見たことがない映画、メジャー大作からアート作品まで、今東京でしか見られない映画の最前線、きっとあなたのいいねが見つかる10日間。今年は吉田圭介監督特集、2021年注目のアニメと特撮の特集、アジアの巨匠たちとの対談、世界に羽ばたく新しい才能の発掘、他にも映画祭ならではのイベントが盛りだくさん。10月30日から開催。 So let's enjoy the Tokyo International Film Festival。 チケットは10月23日より発売。